やりました。よっ、今日一人なんですけど、はい、ちょっと私提案がございまして、うん、脳使ってます？脳？脳？脳？今日は脳トレやっていこうかと思いまして。脳トレ？いやー、脳トレはどうだろう。あーね、どうですかね、脳トレなかなかやる機会ないじゃないですか。え、脳トレって何？運動的な？まあ、そうですね、なんか、まあ、指とか手をすごいこう動かして、まあ、脳に刺激を与えようってことなんですけれども、教科書でいろんなの見てきたんですよ。はいはいはい、はい、高齢者の方がいるはい、高齢者が やるやつね。私結構やってきたんですけど、はいはい、うん、めっちゃ難しい。マジ？はい、ので、頑張ろう。頑張る。天使とは言えるね、うんうんうん、やっぱり衰えがあるの。そうね、脳、はい、使っていかないとね、どんどんね、ちっちゃくなっちゃったね。はい、こういうことね、ちっちゃくなってなくなっちゃうから。そうだよね、ウイルス脳トレね、オッケー。はい、じゃあ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 、行ってみよう。一番最初はね、簡単なやつから見せてみます。うん、片方、チョキ出します。ピース、チョキ、はい、で、もう片方、こっち、バン、昔のチョキです。昔のチョキ、はい。これを、私が手叩いてたら、うん、逆返してください。あー、こうです。こう。そう。これ。あ、そう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 。もう出てないやん。あ、もうダメです。こうです。はい。最初にゆっくりいきますよね。うんうん。じゃあ、大丈夫ですか？待って。こっから。はい、いきます。はい。よろしくお願いします。乗ってね。待って、うん、うん、なんでできんの？え？普通にできてる。普通にできてる。待って。え、すごい。いや、やっぱ動いてるわ。マメちゃんは動いてるわ。脳動かして、脳起きて、起きて起きて、あ、もしこっちから始める。はい。よーい、スタート。次。次行ってみよう。オッケー、負けんの？ポンポンってされるよ。ポンポン、私がじゃんけんポンポンで、オッケー。いきますよ、最初はグー、じゃんけんポン。おっ、おっ先輩、こうやって出してもらっていいですか？こうとか、こうとか出してもらっていいですか？こうだとちょ、かっこいいんだよ。いや、かっこいいんで。鼻ピースかなみたいな。ちょっと、ちょっと、わかりやすいように。視聴者に、視聴者さんに対する配慮とかない。全然、自分がなんとか、じゃんけんでかやろうとしてるのがすごい伝わってきました。いっぱいいっぱい。そうだ、今ね。いっぱいいっぱいだから。はい、いっぱいいっぱいだから。逆にやりづらくないか、これ。いきますよ。はい。じゃんけんポン。あれ？そうですね。はい。間違えてましたね、今。ちょっと間違えてました。ちょっと間違えました。じゃんけんポン。じゃんけんポンポン、じゃんけんポンポン。
あれ？いや思ってるミキ。あれ？もう一回もう一回もう一回チャンスもらっていい？もう一回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 。それでは最初はグー。じゃんけんポンポン。じゃんけんポンポン。じゃんけんポンポン。なんでだよ変わってねえだろ。変わってねえだろ。自主的に勝ちにいった。いやーやっぱ負けに行くっていうのがねなかなかあれだよね。難しい。勝つって思ってるもんね。確かに確かに。いやーまあでもさっきよりは全然マシ、うん、さっきよりはできてる、はい、確かに。ちゃんとできてる。ものによってって感じ、はい、うん。まあ4割ぐらいでした。半分もね。むずー。じゃあラストいきましょうか。はい。上でグー、右上でグー。右上グー。はい。それ左ですけど。しんどる。わしの脳が。左下、パーつけてください。パー。はい。で、これ、真ん中でどっちもチョキつけてください。チョキ。で、上で、左上がパー。右上の下でグー。グー。これを続けます。グー、チョキ、パー、グー、チョキ、パー。グー。チョキ、パー、チョキ、パー、おおおお、パー、わかります？お、できてる？できてる？行く？じゃあ行きますよ。こっから？はい。こっからスタート。せーの、グー、チョキ、パー、グー、せーの、ダブルピース。ダブルピース。ダン、ダン、ダン。はい。一回リセット、オッケー、オッケー、ここから、はい、はい、せーの、お、音楽の時間やん、違うところで間違ってる、できてます、できてる、できてる、今までのよりはできてる、はい。できてたね。ちょっと逆になんで一番最初はできなかったのか。いやね、これね、私がねやばいんじゃないんだって。ちょっとマーネちゃんがちょっとできちゃってるだけで、多分みんなこんなもんだと思う。ちょっとやってみてください。今多分動画見ながらやってくれた人も多いと思うんですけど、ちょっと改めてね、家族とか友達とかでちょっと脳トレやってみてください。ちょっと難しいから、これコメントにすぐうるやーわらわらわらってやめて。自分やってみて、それちゃんと一回で、いや自分はできたよっていう人はわらわらしていい。それはしょうがない、フリはわらわらなく。それでは今日の動画良かったと思ってくださった方はコメント、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。